うわー、気持ち悪い。何これ。いや、全くわかんない。あれ、やば、なんか出てきたわ。おお掘っても掘ってもなくならないっす。絶望。ラクマチチャンネル。以前取材したゆるニート親子とエリックさん、千葉で築古戸建てを8戸所有する不動産投資家だ。そんなエリックさん、新たに千葉で平屋の戸建てを購入。価格は5万円という破格の安さだが、窓から室内を見てみると部屋の中には残地物がびっしり、いわゆるゴミ屋敷なのだ。は、土地で50万で出てたのを、ネットで出てたのを5万円で刺しました。昭和58年なのでそんな古くはないみたいですね。私、ツイッターとブログと YouTube をやってるので正直ネタになるなと。失敗してもネタになるので、そんなにデメリットがないので私はゴミ屋敷を買いました。で、統合した小学校の辺なの で駅もまあ近くだし、ターゲット層的にはお子さんがいるお方よ。結構直せば4万5千円でいけるんじゃないかなとは思ってます。近隣住民によると、以前この家に住んでいたのは60代の男性、数年前に交通事故で亡くなったという。男性に身寄りがなかったのか、相続財産管理人として選定された弁護士が処分を請け負うことに。弁護士が売却先を探していたところ、エリックさんが購入した。とりあえず、これが、設置された経緯は道路までゴミが溢れ出てたから、近所の人が勝手にこうガンガン打ち付けたらしいです。で、この車も近所の人が小さくまとめたらしいです。破壊したという。実際に近隣住民にとっても悩みの種だったそうだ。この道の真ん中頃までさ、みんなあれがね、ゴミが出てしまってさ、すげえんだ、すげえんだ。業者に任せると大きな費用がかかってしまう。そこでエリックさんは自力でゴミを片付けることを決意。エリックさんを手伝うのは、普段コワーキングスペースで仲良くしている8人の友人。時給は1000円だ。エリックさんによると、業者に頼んだ場合かかる費用はおよそ50万、自力で片付けた場合は人件費込みでおよそ30万で済む見込みだという。で、1時から、クリーンセンターが開くので、それまでにめっちゃ積み込んで4時までの間に全部討伐しようと思います。じゃあまず開けるところからいきますか。はい。うわー、いやー、初めて。靴とマスク、手袋を装備し作業開始。取れますよ。いよいよゴミ屋敷の中へ。果たして中の状態は。わ。なんかやば。うわ、くさ。うわ。くっそ。分別とかいう次元じゃないの。いやいや。まず窓がある。待っていたのは積み上がったゴミと鼻をつく悪臭。開始早々絶望的な状態だ。おお、やだ。わあ。おお。こんなに臭いとはと、こんなに自分の背よりゴミがあるなんて、8人でよかった。一人か二人だったらもう何もできないですよね。ああみたいな。中に入るために、まずは玄関のゴミを少しずつ外に出していく。なんで布団がこんな入り口にあるんですかね。うわー、なんか古いプリンが出てきて。うわー、気持ち悪い。本当だ。うわー、こめなんか、レコードでできました。年代物。あっ、なんだこれ、なんだこれ。ついてる。なんか危ないもんね。これは、
ブラウン管テレビ。テレビめっちゃない。あるテレビ。玄関の片付けが着々と進む。一方、外にいる人たちはゴミの分別とトラックへの積み上げを行う。ゴミは車で5分のところにあるクリーンセンターに届ける。見て見て。おお、すごい、ちょっと見える。あれも見えてる。ようやく部屋に入れるようになった。果たして部屋の中はどんな状態なのか。うわ、あの同じような光景が広がっております。残念ながらゴミが山積みの状態だ。なんかまず大きいものからやってた方が良さそうですよね。ああ、そうですね。投げます。一気に行くぜ。テレビまた出てきたよ。マジかよ。マジかよ。部屋の中からもいろいろなものが。うわあ。怖。なんかね、なんか人形の首だけ見えたり。怖。3つ目です。それいけそう。とりあえず5個目エレキですね。ドラム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 。ここでドラムやらんでしょう。何これ、なんすかねこれ。え、いや全くわかんない。心臓。バナナ出てきた。え、これバナナっすよね。バナナってこうなるんだね。中にはこんなものまで。うわ剣すげえ。やば、なんか出てきたわ。おー何それ。え、刀。刀重いやん。本物。怖っ。刀はその後警察署に届けたそうだ。どういうことこれ、減らないんだけど。床あんのかなこの家。いくらゴミを捨てても一向に床が見えない。エリックさんに疲れが見え始めた。もうどうしよう。ちょっと空気を吸いたいです私。予想をはるかに超えるゴミの量と悪臭に開始1時間にして限界を感じ始めたエリックさん。少し休憩することに。もうなんかあそこにいすぎると息ができないので結構きついですね。カルフよくでもバナナ食べれるね。わこも思った。さっきのあの気持ち悪いバナナを見た後にバナナ食べる。いや、マジみんないてくれてよ。この日どうすんのそれって感じだ。不燃。不燃あ、なるじゃん。子供の日のやつ。子供の日かな。地道な作業の結果、作業開始からおよそ3時間後、部屋の中にあった大きなゴミは片付けることができた。次は細かいゴミを拾っていく。うわー、雲。雲が死んでいる。でか。次に待っていたのは大量の缶と瓶。分別するため一つずつ手で拾っていく。いや、すごい量だ。数が多すぎて拾っても拾ってもなくならない。瓶が一瞬でいっぱいになる。絶望。だんだん腰が痛くなってきました。途中腰が。とここでクリーンセンターが閉まる時間となり、この日は終了となった。ちょっと無理そうな感じするとぼちぼち上がっても良さそうな感じしますよね。疲れの限界を感じます。確実に終わらないことは。そう、間違いないですもんね。雨の中、最後に玄関の前を掃除してこの日の作業は終わった。
近隣住民によるとこのエリアにはこうした空き家が多いという。ここもね、言ってるんですけどなかなかお金がない、そう、お金がないして壊さないんですけど、風が吹いてると瓦が落ちる音とか困っちゃう。そうなると片付けてもらえるのはありがたいかな。ありがてありがて、みんな助かる。一方、エリックさんは空き家にチャンスを見出している。私的には、ありがたい状況だと思ってます。で、直せる人ってやっぱり限られてるので、自分は直せる方だと思うんですね。安く買って直していきたいです。じゃあこれ本物来たわ。何？猫のミイラ。ラクマチチャンネル登録よろしくお願いします。